はい、こんにちは、ブルーホースです。本日も4度やってまいりましょう。今回は最終チャプターですね。ブラックサンのチャプター、今からこっちポンと押していくんですが、このブラックサンのやり直しを一回やります。で、うまくいくかわかんないんだけど、とりあえずジョナサンじゃなくってエイデンじゃなくて、エイデンはあい お兄ちゃんだ、じゃなくって誰だっけ、あ、誰だったっけ、名前忘れた、ライアン、ライアンを救って、かつ、ジョディは旅立つというね、あの真逆のエンディングを迎えられるようにしていきたいと思います。で、セーブありしちゃいます。はいね、やっていこう。さあ、果たして一体どうなるのかっていうところなんですが、ブラックサン、名前がかっこいいよね。スタンにあるコンデンサーは破壊され、はい、こいつもなんかあっけない最後迎えてたよね。前回、前々回パートだったかな。今や我が国だけがインフラワールドにアクセスできる。死んだ後のチャプター分岐ってどうなるのかってすごい気になるんだけどね。新たな戦略およびまあ軍事的視野が広がるだろう。ただ今回ちょっと長くなるかもしれないので、いろいろと前回調べたかどうかちょっとあんま覚えてないんだけど、まあ、サクサクとね進めていこうと思います。このゲームのね辛いところって、デトロイトの時もそうだったんだけど、あとヘビーレインもね、あの一回見たムービーを省略できないんだよね。だからもう一回見なきゃいけないっていうところが、まあ結構辛いんですけど、まあ、もしかしたらこのチャプターを初めてね見てる人がいるかもしれないですが、ちょっとネタバレブンブンかもしれないけど、そこはご了承ください。あ、もう飽きた。このおじいちゃんの声嫌い。始まろうとしている。やべ。あの息子娘、わしの話をガツリどこへ行こうというのかね。まあ、どこ行ってもいいじゃないですか。とりあえず海賊に会おうと思います。はい、元彼なのか今彼なのかよくわかんない、あかんもうジョナサンになっちゃってる。違う、ジョナサンじゃなくて、あれ名前なんだったっけ、リアルに名前なんだったっけ。ペンタゴンの幹部にうんざりか。ライアン、長所、新しいおもちゃを与えられた子供、卑猥なおもちゃ、吐き気がするから本当に吐いちゃう前に出てきただけ。なるほど。俺たちも片棒を担いだ。ごめんなさい。じゃあ利用してやればいいんで。正しいことだって言われたけど。あ、ちょ、逆が利用されただけっていう話の方か。インフラワールドをペンタゴンの支配下に置きたかった。ペンタゴン、ヘキサゴン、シャミセン。もう言ってるよ。これからどうする？どこか普通の生活をしたいわ。どこに行こうと思ってる。あれ、ちょっと待って、俺今遠くしちゃった、マジで。普通の生活。ああ、普通明日だよ。びっくりした。あなたはどうするの？ CIA がすべて用意してくれた。おお、いいね。大型の高級車にゴルフミーティング。まだ返事はしてないけど、考えてみて。どっちもあんまり魅力を感じないな。どっちかっていうと、ワゴン車にバスケットボールコートがあるのが最高なんだけど、どうかな。やり直さないか。俺たちはお互いいろいろあった。こいつ本当ジョディのこと好きな。俺も間違いを犯してきた。うん、犯しすぎな。でももう一度やり直して一緒に歩んでいかないか。まあ前回ちょっと振っちゃったんで。俺たち大変なことを乗り越えてきただろう。ちょって。じゃあいいよ。受け入れましょう。悪くないかもね。おーっと。まさかの CIA でチューをするのか。おお、職場でチューってすごいなこいつら。やるな。ねえ。君を幸せにするためなら何だってする。過去は忘れよう。ああ、そこにいたか。レイさん探してたぞ。ほら、オフィスに行こう。まただ、ライアン。ああ、そうそう。俺のオフィスにいいシングルボルトがあるんだよ。シングルモルトですか？あ、そう、これシングルモルトがいいね。よし、それじゃあ後で。行こう、レイさんが待ってる。本当にいいね。もうコールがマジで MVP のキャラだと思うんだよね。これ何回も言ってるけど、コールが間違いなく MVP だと思う。でなんかね、あのちょっとゲームの話と関係なくてごめんなさいなんだけど、今真剣にライアンはいいやつだ。鼻呼吸、それに君を本当に愛してる。したくて、なんて言うんだろう。まあ、慎重に。まあ。鼻詰まりがひどくて、で薬剤性鼻炎だと思うんですよね。アレルギー性鼻炎と薬剤性鼻炎のどっちかなんだけど、多分薬剤性鼻炎。薬剤性鼻炎になって何かっていうと、点鼻薬ってあるじゃないですか。あれってその
一時的には鼻の呼吸をすごいしやすくなるような仕様になってるんだけど、使いすぎると逆に血管収縮が早くなっちゃって、あの使用の頻度が高くなっちゃうようになるんですよ。そうなると鼻詰まりのそのスピードっていうのが上がっちゃうから、多分今はそれなってて、で3日から1週間くらい使わなくなったら、あの鼻治りますせっていう風にどのネット見ても書いてあるんだけど、いくらたってももう多分1週間10日経ってんだけど必ず鼻が詰まってんだよね。ってことはアレルギー性鼻炎なのかなと思ったり、うん、で近所にある耳鼻科予約しようと思ったんですけど、電話がそのなんか機械の対応と、でそれからウェブ予約と両方あったんですけど、どっちでかけても当日の予約に勝手になっちゃうんだよね。あれめんどくせえなと思って、だから当日乗り込んでやろうと思って今ね、あの次の土曜日来るのをちょっと待ち受けてるっていう感じなのかな。どうぞ。なんか何酔っ払ってんの？こんなどうぞって言い方だったっけ？どうぞじゃなくてどうぞーって、なんかおいばウイスキーロックで飲んでるけど、ジョーディ入ってくるんだぞーって。元気そうでよかった。あ、どうも元気です。あ、そっか、あの何だったっけ、竜の隠れ家に行った帰りだからか、生きててよかったみたいな、そんなノリになるのかな。で、私は役目を果たした。解放して、次は CIA の番。そうだよね、 CIA が役目果たさなきゃいけんパターンやな。 CIA のことは心配するな。うっす。君はもう存在しない。え、私ジョディじゃなくなるの？じゃあ誰？ジュディ？じゃあ受け取ってあげよう。今回は受け取るよ。受け取った上でどうなるか見てみよう。もしかしたら受け取ったらそれで終わっちゃうとか落ちならないかな。さあ誰だ？君はエリザベス・ノースだ。ああ、新しい ID と人生。大使館で名乗ってたエリザベスね。はい、了解です。で、適齢金は確かたった5000万とかそんなじゃなかったっけ？ 50 万ドルだよね。5000万じゃ一生は生きていけねえよ。50万ドル用意した。桁が2つ足りねえよ。これまでの見返りだ。ええ、50億はない。再出発には十分だろう。じゃあ受け取りましょう。ありがとう。ところで最後に君に一つお願いがあるんだって言ってきそうだね、この後ね。あれ、これで去っていく。ああ、やっぱり一つ頼みがある。やっぱりなんか頼みがあるって言ってきたね。しれっと受け取ったね、5000万。娘が15年前のあの事故で死んだ時、君が憑依をした。私も死のうと思った。泣き続け。おお、確かにな。これまあ前回も同じところで言ったけど、もし本当にっていうことがあったら、僕も多分生きていけない。マジで。なぜだ。うん、これ今ね、若干思い話すると、自分一人の人生だったら僕も別に終わっていいなって、いつでも終わっていいな、別に自殺するとかそういうわけじゃないけど、でいつ終わってもいいなって思って。だが君が現れた。娘と嫁がいるからね、生き続けたいって思うようになってた、ね。そして知った、うん。皆さんどうですかね。二人が死んだ後もずっとそばにいたこと。誰かのために生きるっていう。ただ見えなかっただけだ。素敵だって思うんだけど、別に自分のこと素敵だって言ってるわけじゃないけど。なんか今、今左足の政府はインフラワールドの研究を全面的に支援した。豆ができてる。いった。政府は軍事用途を求めていて、私は家族に会う方法を探していた。なんでこんな豆できてんの。うわ、ガリッガリやっちまった。しまった。ついにこれを作ることに成功した。あ、全然話聞いてなかった。何？あ、娘と母親が苦しんでる、解放してあげてっていうね。後半はあれだよね、なんかアクションシーン。元気だったかい。言おうよね。元気だよ。はい、解放してって。この表情見たらわかるよね。あなたに会いたいわーって顔じゃないじゃん、どう見ても。ローラ。はい、ローラでちゃん。毎日会いに来てる。会いに来てるっていうか、あなたが縛ってるんじゃないの。一緒になるっていうのは。私はインフラワールドの魂と。更新するためのコンデンサーを作っているんだよ。死者との会話だ、ジョディ。すごい。信じられるかい。哀れみの目で見てるね、ジョディ。私にどうしろと。そうだよね、そうだよね、そうなるよね。娘と話したいんだ。また憑依してって。声を聞いて、私のことを伝えたい。私の研究が完成するまで、それができるのは君だけなんだ。待ってくれ。いや、拒否する、拒否する。姉さん。ダメ。
あれ前回も拒否したっけ、断るじゃなかったっけ。私にはできないよ。顔が変わる。最後に声を聞いてからもう15年になる。これあれ、君という少女を通じて以来だ。声も変わるんだよね。すごいよね、ジョディね。どんな声をしてるんだろうね。ジョディ、私のために。こいつ、ほんと私のために、私のために多いよね。ああ、でもそれを受け入れちゃうっていうね。もうほんと優しさだよね。マジで。さあ、どうなるか。これがね、結構意外と難しいんだよね。生きてるか。おい、出る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 。白目になります。さあどうなるか。前回と同じだよね、ここら辺は多分ね。君なんだね。会いたかったよ。行かせて姉さん。行かせて苦しいの、いい意味が、お願い行かせて。どう捉えられるか。私たちを死なせて。お前誰だ。嘘だ、ヘレンじゃない、今のはお前だ。なんでなんでそんなことが感じ、引き止めてるの。そうだよね、うん、二人は二つの世界が、しかもお前、そんなわけはない。嘘をつくな。二人とも私といたいはずだ。一緒にいることを望んでる。いや、道理で二人は苦しんでる、姉さん。そうだよね、実際愛しているなら、本当に二人を愛しているのなら、二人を行かせてあげて。そう、なんで死はごまかせない。死ぬ瞬間一緒に死なの無意味だ。いいか、無意味だ。違うよ、うん、死は無意味じゃないよ。なら姉さん、前も話したけど、ああでもこれどうかな、あの次回のゲーム、またバイオ RE3 をやりながらの人生お悩み相談室をやる予定なんですが、そこでね、あの死についてのご質問が来てるんで、そこで答えようと思ってることがあるんで、まあ、ぜひね、次回のゲーム作品も見てもらえたらなと思います。はい、さあどうなるか。さてさて、ああごめんなさい、できるムービーかと思ってちょっと放置してた。パス、思いっきり画面見てるだけだった。でこれで、あ違う、あそうかそうかそうか、あのあれだ、ああなっちゃうの、あボッコボコやぞってなるやつあー失礼。この辺りとかはどうだろうな、すごい砂嵐でふわ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 してるけど。さて、じゃあ、お家できるから、できるかな、エレベーター開くかな。アフおはようございます。くさくさくさ、カレー臭が半端ない。また会えたね。なんでこう年寄りっていつもなんか梅干しが、まったく厄介な状況だ。わかるね。梅干しみたいな、梅干しって腐ることはないのか。なんか梅干しみたいな、行かせることも。昔小学校の時におばあちゃん先生が本当に梅干し臭い、君の行動は予測不能だ。梅干し大好きなんですけど、人の口から梅干しの匂いがするのがちょっと嫌だ、ね、正直解決法は一つだけだ、うん、ほう、どんな解決方法。君の体に薬物を注射する。でそのまま、そうすれば君はこの先永遠に眠る。それってつまり死ぬってことだよね。君のお母さんと同じようにね。簡単かつエレガントに終止符を、まあこういうやつ、打つわけだ。こういうなんかゲームとかドラマとかアニメとか映画に出てくるこういうタイプのやつ、必ず死ぬか失中、あの失墜に陥るからな。君の協力に我々は本当に感謝する。まあ、ざまあ見ろっていつも思うよね。さてどうなるかな。あ、そうかそうか、こっからがちょっとあれだ、めんどくせえんだ。エイデン、フッフ、エイデン、フッフ、エイデン、エイデン。ジョディ、また来たのかよ。私、君のおかげで私は事実に目を向けられた。あ、マジで？道理を聞いてくれた。私は太古からの夢を叶える。
もう誰も死ぬことはない。もう二度と引き離されることはないんだよ。全然目覚ましてねえ。むしろ眠ったままだ。こいつやべえ。一体何を言ってんだね。何を言ってるの。うん、そりゃそうなるだ。私がこれから停止する。インフラワールドが我らの次元に広がり。あ、ごめんなさい、インフラワールドだ。なんだよ、イノセントワールドって。向こうにいるのは魂だけじゃない。危ないのもいるんだよね。死そのもの。私は死に勝った。ジョニー、どういうこと。何一つ心配することはないんだよ。お前最後死ぬじゃん。負けてんじゃん。私を信じろ。負けとるやないか。何も心配することはない。いや、あの、心配します。あの、まず助けて、ヘルプミー出して、こっから。ああ、どこ行くの。助けて、眠い、おやすみ。さて、さてどうしたらいいかな。とりあえずこいつを、よし、オッケー。力が弱すぎる。他の方法で、これをバシ。あ、ダメだね。力が弱いっていうのは、これエイデンの力も、助けよう、なんて言ったらいいんだろう。エイデンの力っていうのはあれか、ジョディのその元気さによるっていうところなのかな。あれ、これ今勝手に動いてる、もしかして。勝手に動いてたね。他のチームメイトは、あ、すごい、ウィンストに来たんだけど。有給中だよ。南国のビーチにでも行ってるんじゃないか。ラッキーなやつだな。あれ、なんかできない。あれ、まだまだできないのか。ああ、メールを何通か出すの忘れてた。うん、ボトルを開ける前に終わらせてもいいか。これだよね。ああ、これどうぞ。なんだっけ、シングルスコットだっけ。これをバリン。めっちゃいぶかしんでる。メールを打たせるなんて、そんなことさせません。気づいてないの。叩いて治るって昭和かよ。誰かいるのか。あ、よし。お、気づけー、コール。気づいて、気づいて、気づいて、気づいて。え、電話出ないの。ここに霊体がいるのか。そう、まさか。抑制フィールドに閉じ込められている。そうだよね、と思うじゃん。エイデン。 Yes, エイデン。君か、エイデン。 I am エイデン。笑えないいたずらだぞ。なんでエイデンがここに。ほら、気づいて。どうした、エイデン。ジョディは真下にいます。タポベー。そうか。で、ジョディのところへ連れてってくれ。いいよ。よく分かったよね、ジョディが助けてって言っているのっていうの。あれ、ちょっと待って。よし、次は。次は、ほい。これあんま遠すぎたらあれかな。よくわかるよね。で、こっちです。あっちだ。で、それをそのままこっちで。これでいけるっしょ。オッケー、わかった。早っ。前回めっちゃ遠回りしてきてた感じがしたのに。すごいね。で、こっち来て、これをもう、ピーンと。はい。お、早っ！エレベーターに乗れってことなのか。は、走ってきたのかな、こいつら。で、マイナス4階に行きます。さて、まあ、こっからがちょっとめんどくさいんだよね。なんか一回、なんか不正行為を働かなきゃいけないんだよね、確かね。くそ、ガードだ。大丈夫、任せとけ。いやあ、元気。ポール・フリーマン、レベル3の許可が下りてる。彼も一緒だ。名前調べてくれ。うん、すみません。フリーマンさん。フリーマンだったんだ。これ、あ、もしかしてあれ？いや、でもちょっと似ても似つかないけど、モーガン・フリーマンを、なんか、実は彼を、すみません。なんだっけ？このエリアはレベル4の機密エリアです。オマージュしてるのかな？あなたには許可が下りてません。そんなはずはない。よく見てくれよって思うよね。通れるようにしてくれ、エイデン。ごめんなさい。いいよ。
プル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 。お電話です。その間に実はエイデンのタイピングが得意なんですよ。もしもし。もしもし。誰もかけてない来てないんだもん。終わったよ。やったぞ。いや全然やったぞって感じしてないよ。ゲームらしいあれじゃないかな。もう一度見てくれ。コールフリーマンとライアンクレイトンだ。コールフリーマンは入れたけど、ライアンクレイトンは入れてないからライアンは入れません。残念な。ああ、すみません。確かに乗ってました。申し訳ない。ああ、いいよいいよ。気にすんな気にすんな。人間見落としだってあるよ。うん。ケアリスミスくらい。急げエイデン。気にしちゃダメだ。ジョディのところへ。そうす、そんなさ、あの声に出して会話して大丈夫なんて。そしたらじゃあとりあえずこれをピカ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 。よし、次は。次はなんですが、とりあえずここをじゃあ割っとこうか。何か動いた。動いてます。で、こっちこっち。ここまで直接行ったらもうなんか行くんじゃないって思うんだけど、気のせいかな。これをチカ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 させたらいいのかな。あそこだ。よう分かったな。よし、バシ。オッケー。でこれでただいまー。行っちゃってる。恍惚の表情を浮かべてるね。わあ、辛い体勢だね。で来るかな。ここなのか。イエス。ここです。あ、来た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 。二人が帰ってきた。ジョディ。おかえりジョディ。ジョディおかえり。おかしな。ああ、助けてくれ。姉さんが行っちゃったの。フィールドを止めようとしてる。姉ちゃんが、姉ちゃんがジェネ、姉さんがやばいことになってるの。普通じゃないな。家族を取り戻せると思ったら早く止めないと。怒りポンチになってるんです。そうだよね、止めないとやばいよね。おい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 、急に激しいことになってるぞ。あ、ほんまに止めよった。抑制フィールドが。くそ、やられた。大変だぞ。行くぞ。行きか。行き。さあ、走ろう。で、こっからこれは操作できるんだよね。おお、あれ？あ、そしてできてる。ここにいちゃダメだ。急げ。抑制フィールド。てか、なんかここで描かれてるさ、霊体たちってなんかみんなその悪徳みたいな、悪役みたいな、そんな感じになってるよね。いいお化けもいるんじゃないのかな。なんかすごいピカピカしてる兵隊さんがいるね。これどっちに向かってたの。いやー、エレベーター乗ります。フィールドを再起動することができるかもしれん。まだ間に合うな。あれやな、行かなあかんな。てか、3人しか乗ってない。他にもっと乗せてあげたらいいのに。ダメだ。ここから、ここら中にいる。くそ。ダメだ。避難します。もうダメだ。痛い。それは銃は使えろ。実体がないんだもん。そんな。物理法則は全部無視されたものと思った方がいいと思う。フィールドも、聞いてないぞ。フィールド、違う。来た。同期が行かれた。おめえの方がイカれてるやーと口が裂けても言っちゃう。あんたを殺したい。殺せ殺せ、やっちまえやっちまえ。インフラワールドの最低野郎の魂はいらない。そうだね。グレイト、私を今すぐここから連れ出せ。グレイトの捜査官、命令だぞ。うい。辞表の代わり。今は辞表だ。ああ、辞表持ちだ。あ、さっきから気になるんだけどさ、あの研究者が壁にずっとのめり込んでるんだよね。大丈夫かな。よし。で、こっちだよね。あ、違う、なんかやっておかなきゃいけなかったんだって。頼む。これで無理になって、あの直接乗り込むって死んでる。ここで今なんかできるんだ。あ、これ、あ、今できない、慣れないね。全然ダメだ。無理だね。コンデンサーも停止も、フィールドの再起動も。わあ、なんかすごいことだ。できない。これで中に逃げよう。いや、逃げちゃダメ。逃げちゃダメだ。逃げちゃダメだ。逃げちゃダメだ。直ちに建物から避難してください。そう、ここ。でもなんかこれ、でもこれバイオハザードマークになってるけどな。生物災害じゃないよね。災害だけど生物ではないもんね。抑制フィールドだ。コンデンサーにたどり着いて
自動で自爆システムを起動するまで身を守れる。裂け目を閉じる最後の切り札だ。保証はないが、これしか残さない。裂けて赤のこと言うな。今ので分かるから裂けばいいだろ。私も行くよ。ジョーディ、おい。コールと行く。うん。それしかないよ。恋人よりもコールを取ってしまいました。ジョーディちゃん、罪な女だね。ライオン。死ぬならかっこよくだ。大丈夫、今回は死なせないから安心して。死ぬのは私よ。多分。どうなるかなこれね、ちょっとどういう操作感だったかはあんまり覚えてないんだよね。というのも実は最終パートっていうかちょっと時間が空いちゃったっていうのもあるのと、編集の方ね、いろいろやってやってたんで、ね、収録自体はちょっとしばらく空いちゃったっていうのがね。ドームの中央には誰も行ったことがないから、そこに何があるかは分からない。起動から爆発までどのくらい時間が、システムは全てを遠隔操作できるよう設計された。なんか今日ちょっと爆発はが重めだな。それこそ一瞬で起こる。うん、FPS があんまり良くない、ね、片道切符だ。片道切符の島流し倍返しだ。さあどうなるかな。